M2 から Q は1947年にルドルフ・ミンコフスキーが発見した惑星状星雲である。ヘビ・スカイザの方角に約2100光年離れている。双極星星雲であり、中央の白色矮星から放出された2つのローブからなる蝶の羽に似た奇妙な形をしている。ローブは極からの宇宙ジェットによって形成されたと考えられているため、 ツインジェット・ニベラという別名を持つ。この星雲は1990年代にハッブル宇宙望遠鏡によって撮影された。M2 から9は星雲の中心にある連星の最後の姿であると考えられている。主星は主系列星の進化の終わりに訪れる熱い核であり、外装のほとんどを吹き飛ばして赤色巨星になり、現在は収縮して白色矮星となっている。 かつては太陽に似た恒星であったと考えられている。晩星は主星の非常に近くを公転し、おそらくすでに拡大する主星の構成大気に飲み込まれて、この相互作用がおそらく結果として星雲を形成した。一つの構成の重力がもう一つの構成の表面からガスの一部を引っ張り、薄く濃密な円盤を満たしていると考えられている。 このような円盤は M2 から Q のジェットを紛失したような外見をうまく説明できる。成分は周囲の円盤を吹き飛ばす早い構成風のため劇的に膨張し円盤に垂直な翼を持った砂時計型を呈している。この翼のため蝶のようにも見える。外角は約1200歳であると見積もられている。ABC a b c d ト a b c ありがとうございます。